それでは本当に幽霊は出るのだろうか、うん、ということで、体を張って館内を見て回りたいと思います、はい、ここぞと思うところでですね、山本社長に、ね、このバケタンを作動させていただきたいと思います、はい、民之助を探していただきたいと思います。それを見つけるまで探してもらいます、はいはい、それでは行ってまいりましょう。はい、最初僕から1階から行きましょうか。これはエレベーターに乗ってもいいんでしょうか。いいですね、はい、まずは1階から行ってみましょう。はい、一応、はい、あのキャラクター名前何でしたっけ。民之助です。ちょっとだけお邪魔させていただきます。すいません、お邪魔します。はい、普通にちょっと一回ここで、はい、あ、押してみましょうか、はい、押してみましょうか、はい、ここですね。天使がいますね。住所店はいいホテル。さすが。さすがですね。さすがですね、はい。ここはいい気が流れてるんですね。雨降ってますね。はい。あ、すごい雨です。結構雨だ。結構降ってますね。結構降ってます。冷たいですね。寒いですね。寒いです。いないか。雨とかは非常に霊が好む場所と、はい、霊が出やすいと。今日はうってつけの日だったんですね、はい、いい日ですね。あ、めっちゃ綺麗ですね。明日の朝のために、そうですね、はい、綺麗になってる感じですね、はい、なかなかあの、はい、怖いですね。そうですよね、これこれ怖いですね。緑ですね。緑ですね、はい、いない。なかなかこの、ね、怖かったんで、これはもう怖いですね。はい、いないですね。民之助いないですね。お、ルンバ。民之助いないですね。民之助いないですね。怖いですね。それなりに怖いですね。それなりに怖いですね。それなりに怖いですよ、ここは。今何階でしたっけ。今これ2階です。なはずですよね。はい、感覚わからなくなりますね。
雨に濡れるという。そうですね、びしょびしょですね。お、景色が変わった。あれ、繋がってますね。あ、いけますね。ちょっと行ってみましょうか。はい、洗濯バサミがところどころに。これ開いてないですね、ここは。ここも開いてない、鍵閉まってますね。閉まってますね。屋上ですね。はい、なんか何かいい。お、びっくりした。え、めっちゃ動いてますね。動いてますね。いや、多分入っちゃいけない場所っぽいですよね。ちょっと行ってそこでバケタンしてもらっていいですか。緑ですね。緑ですね。緑です。安定しています。機材が壊れそうなんで戻りましょう。あ、一応ここが一番上じゃなかったんですね。そうですね、多分ここ5階ですよ。ここが5階で、はい、まだ行きますか。あ、いや、戻りますもん。行ってみましょうか。あ、やばいです、やばいですよ、これ。これは怖い。この先やばいですね。この明かりがなかったら相当暗いですよ、これ。あ、屋上です。はい、真っ暗だ。そうですね。これちょっとあそこまで行って下覗いてもらっていいですか。おお、怖いですね。誰か下から呼んでるとかね。いやいや、下まで 見えましたね、ギリギリ。いや、高いですね、ここ意外と。要するに多分8階まで来たんで、はい、9階の高さかな。だから怖っ。いやいや、これえぐないですか。これはえぐいですし、いけないんじゃないでしょうか、これは。ちょっとまたあの下でやりましょうか、バケタンを。お、うん、いない。外はいなさそうですね。外にはいない。はい、二之助はいませんでしたね。二之助はいませんでしたね。もう忘れてましたね。怖すぎて。新館って書いてないから。本館と別館だったらやっぱ別館の方が新しい感じする、感じはしますよね。
フルペスミッション。変な夢とか見なかったですか？何も見てません。何も見てません。ベッドに入ってちょっと経ったら、はい、朝でした。怪奇現象も起きず。多分起きてても気づいてないです。もしかしたら座敷わらしちゃんは来たかもしれない。かもしれない。ブッブッスミショー。我々できるだけその客室の作りっていうのも非日常感というよりむしろその 日常の延長というか。ホテルっぽくないじゃないですけど、うん、どちらかというと居心地というか、うん、なんとなくこう日常の延長で過ごしやすい方がいいのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。なるほど、あなたにとって日本橋とは。そうですね、やっぱりまあ自分にとってやっぱり日本橋っていうのは生まれ育った町ですし、ね、もうちっちゃい頃からここだ。そうですね、私はあの生まれも育ちもここなんで、はい、一番身近な存在でもあるし歴史のある町ですから、身近ではあるけど逆にこう敬を払うべきとこなのかなっていうのは思いますよね、はい、なるほど。今日はじゃあどうもありがとうございました、はい、ちょっとまだ未定ですね。ただ何か本当にこう、まあ、コロナ終わってなんとなくこう軌道に乗ってきたら少し、まあ、何かこうまた、うん、貢献できることというか何かできればなとは思いますけど、はい、怒涛のような住所合宿ポリーで全て終了でございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。行ってきます。失礼します。どっちか分かります。日本橋ものつなぎプロジェクト八つなぎ目住塩ホテルでのものつなぎ合宿をお送りしました。コロナで打撃を受けながらも地域貢献に突き進む住塩ホテル、その姿勢とそして美味しい料理があるからこそファンの方が何度も泊まりたくなるのだと確信しました。食堂で2枚取った。さて幽霊が出るという噂ですが、検証した結果は何も出ませんでした。つまり何もいない。このホテルはでも安全、もしくは食堂にいいのがいる。こうして節分の時もちゃんとお庭外をやってくれていたそうなので、幽霊が出るかもと不安だった人は安心してお泊まりください。ちなみに割烹住所のメニューのこの絵はものつなぎプロジェクトチームの一員である高橋画伯によるもの。とても美味しそうで可愛いですね。さて日本橋ものつなぎプロジェクトでは日本橋のお店をどんどんつないでいこうと思います。最新の情報は SNS で発信しています。登場したお店によるプレゼントキャンペーンなんかも実施していますので、フォローの方をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。次はガバーマルさんにつなぎます。はい、お願いします。